こんにちは、マジックファニー、ファニー田川です。今日はですね、昔からあるマジックで、ギロチンのご紹介をさせていただきたいと思います。この商品古くて、もう本当に私が子供の頃からあるような商品ですけど、何が違うか、人に渡しても大丈夫です。できません。もちろん大丈夫。でもちゃんと準備すれば、大丈夫。切れてない。人に渡しても大丈夫なギロチンの紹介です。